ハデスはありそうって書いてあります。あー、これはカブト出るかも。出ない。イエー、はい、70ゲームの220枚でございました。まあ、飲まれました。ここからは追加投資でございます。状況をチェックしに行きましょう。打っちゃう？サムスピー、これ移動してみます。さあ、ハーデスをやめましてやってきたのはサムライスピッツ天候8番勝負でございます。ジャグラー、ハッピージャグラー違うな、なんだっけ、マイジャグラーだ、マイジャグラーと迷ったんですが、ジャグラーまだ早いかなと、時間的にも僕のキャリア的にもね、ジャグラー早いかなっていうところで、この AT 機に来ました。ただ正直、打つ予定では全くなかったんで、今まで打ったことないですし、知識がほとんどないです。あらかじめ言っておくと。ただ、まあ、前日良くない台が、上がってる傾向がまあまあちょっと見られるかなといったところで、これがね、まあ、前日あんまよろしくないので、前日、前々日ぐらいまでよくないかな。お、なにこれ、なにこれ、フリーズ、フリーズなんじゃないのこれ。え、なに、どういうこと。あ、フリーズじゃないんだ。あ、びっくりした。知らないからね、強チェリー的な、強チェリーですかね。さあ、これでチャンスゾーン、あるいは直当たりが期待できるんでしょうか。ビジレンかな。行かない。まだまだあるのかな。ほどほど。もうないの。あの演出でクロシェリーが出てもうないの。これで終わりなの。おお、あ、また来た。あそこからさらに行くと最後はフリーズが待ってるのかもしれないですね。あ、これが特殊チェリーだ。なんとか特殊チェリー、そんなようなもんです。いいステージで引いたから。でもなしってなしなんだ。なかなか斬新ですね。よだれが出ちゃったよ。なしってなんだよ。放棄ではなく勝機が出ました。勝機、お、すげえ、来た、発展。黒龍の強化。
これは当たってくれるんじゃないでしょうか。さあ出玉が飲まれたので追加投資でございます。カーデスのコインが飲まれました。左下が3まで行ってます。おお、やった。これでもボーナスじゃないんでしょ。先行8番勝負ってこれで勝てばボーナスで書いてあった気がします。さあ行きましょう。はい、開始でございます。左勝利期待度1なんだ。マジか。あんだけ頑張って、あんだけ頑張って入れた剣豪八番勝負ってやつがこんなあっさり終わるんですか。この台大変な台に手を出しちゃったかもしれないですけど大丈夫なのこれ。多分999だと、あああなんだよ、ここで終わりか。強水化です。みんなチャンス目かな。今日あれですね、この台移ってきたからだけで今年1年分怪しいって言われました。全然怪しくねえっていうところがまたね。あ、これは本当に怪しいかも。本当にチャンスかもしれない。いよ大谷をください。さあ終わり、終わりじゃねえ、勝ちまして剣豪八番勝負です。いやーボーナス来たいぞ。そろそろまたこいつか。最初は絶対こいつなのかな。リールの動きは相当斬新ですよ。あれもうそのまま行くパターンでしょ。
いやー今のはちょっと今のが一番面白かったかもしれない。今日ねこの台打ってきて今日一の面白さだった。すごいね今の動き。いやー今のはすごい感心しました。なんかねお隣さんの台が今、味方キャラがパオーマルじゃないキャラが出てるんで、パオーマルじゃないキャラは当たり確定なのか。星がね全部ついてました。はい、パオーマル。やだよもう、やだよもうこいつ強いんだよ。ちょっとジャンプパターンっぽいのが出てる。ワクワクしましたね。リールがガタつきました。リールアクションがねなんかゆっくりになったりいろいろありますね。負けるんだね。あそうだそうだ、ようやくでございます。いやー長かった。530ゲームぐらい回しましたね。いやー長かった、トータル620ゲームで当たりです。結構使ってます。なんか引いたみたい。強チューリー、この強チューリーは昇格抽選って書いてあるんでいいことがあるはず。こういうタイプの台だ。マジで？なんかいろんな音が一気に起こりすぎて、わかんないね。全然揃わねえの。考えた方がいいんじゃねえかな、これ出過ぎだろう。あ、止まった。あ、これで昇格するんだ。はい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 、なるほどね。覇王丸、まあまあ、主人公で行ってみましょう。これは揃いそうだな。揃わないのか。なかなか斬新ですね、いろいろと。で、これね、健康ボーナスと天下無双ボーナスだったかな、これのもう一個、多分位置づけで言えば上位のボーナスがあるんですが、この2つはサマイス管理の AT ですね。なんで今100枚がベースで、この獲得枚数が増えるにつれて、ボーナス終了が近づくという感じでございます。パオーマルが出てチェリーでございます。ございます。チェリー乗せた。おお乗せた。10枚。プレー連チ
30枚乗せた。防水かも。上乗せが2倍になるって書いてあったのかな。上乗せ倍増中出てますね。ここでチャンス役を引けば、まあ、普通だったら10枚しか乗らないものが20枚になったりっていうことなのかな。これはチャンス役でしょ。チェリー、倍増ですね。最初に出てそれが倍増するんだ。じゃああれだ、ガンダムの、シャア の上乗せ、名前忘れましたけど、あれと一緒ですね。あ、赤い水星ゾーンだ、あれみたいなもんだ。あ、終わった、シュラが終わりました。結構行くんですね、シュラゾーン。違うか、なんか特殊が出る。改造して20枚ナビが白になってるのは何の意味があるんですか。ここで倒すと何かあるのかな。倒した。まあ、なんとなく分かって掴んできた。掴んできたよ。掴んできた。掴んできたと言った直後にシュラゾーンが終わっちゃった。それで終わってなんかループする可能性があるともなんとも書いてあった気がするな。なるほど、ここでまた現行8番勝負で勝てば連チャンなんだ。強そうだな。もう一丁、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 あー来ない。まだ分かんない、まだ分かんない。あー残念、300枚ぐらいでしたかね、初当たり。この後に期待したいと思います。
行きましょう、おなじみの。ほら、行った第2弾、はい。あ、もう一丁いけ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 、行かない。弱い、ローチェリー。もう一個上のチェリーがね、せっかくなら来てほしかった。あ、煽り倒してますよ。あ、弱い演出が消えた。さっきこれ赤でしたね、さっき言ったときは。今度は白だから、ね、刺身って言ったの。さあ行きました、8番勝負。何聞いた、やっつけか。なんかね、テーブルがあって、そのテーブルによってこのねキャラが出てくる順番が違うらしい。でその勝ちやすいキャラが先に出てくるテーブルほど、テーブルが高設定ほど選ばれやすいので、必然的に、高設定ほどボーナスの初当たりも多くなりやすいみたいな感じですね。だから2回とも、うん、何回引いたかわかんないですけど、しょっちゅう強いキャラ、何でしたっけ、こういうキャラが最初に出てくることが多ければ高設定の方が高いってことかな。あと、よく戦ってた、最初に戦ったキャラも高設定ほどなんかテーブルによっては勝ちやすい場合があって、そういうテーブルも高設定で選ばれやすいから、やっぱり初当たりも高設定に比例するということらしいです。さあ赤文字です。ゾロ目ゲームで大当たりでございます。おお、これ昇格したんだ。天下無双ボーナス見てみたいが、さらに天下無双に負けることはないのか。じゃあ次は幻獣郎でいってみましょう。このキャラは多分エア役を引いたりした場合はもうそのゲームのレバー高で口が入るんですね。このカードの色がどうも前とか組み合わせかで上乗せ期待度が示唆されるってことか。なるほど。残念、153枚トータルで160枚。さあ次は誰でしょうか。あ、出た炎獣郎。強いん
だよねこの子。あっさりあっさり終わって、また前兆っぽい動きしてますね。さあ飲まれました、追加投資分も飲まれました。僕には荷が重かったです。サムライスピリッツちょっとまた放浪します。稼働がすごいっていうのもあるんですけど、稼働がすごいからっていうのもあるんですけど、本当によく出てる、本当によく出てますよ。こんな中もう2500枚近く使ってる僕は一体何なんでしょうか。データまで取ってね、引き継ぎまでして、最初に打ったハーですが出てなくて、移動したサムスピもなんかよくわかんない手応えなくて、でサムスピと迷ってたマイジャグも出てない。つまり俺が打とうとした台、あるいは打った台は全部ダメっていうことですね。こういうのはやっぱね、噛み合ってないなと思うんですよ、こういうの見ると。そういえば塾長が引き継ぎのノートに朝石の台選びで失敗すると家に帰る、あるいは負けた人が座る椅子で読書って書いてあるんですよ。負けた人が座る椅子探しに行きます。さあこれですかね、負けた人が座る椅子。結構いい椅子だと思います。ちょっと座り心地を確かめてみる。ああ確かに4万円ぐらいはしそうです。この椅子4万円から5万円ぐらいかな多分。もうちょい見に行きますか。俺はね、負けた人が座る椅子に座るような人間じゃないんで、ここに座るのはまだ早い。俺は4ぐらいはありそうなジャグラーが空いてるよ。設定4のジャグラーにかける。ですね、まあもう本当に移動先がなくて、そしてついでに残り時間も、収録の残り時間も少ないってなった場合に、まあ良くはないよ、良くはないけど、まあ1とも言えないというかね、真ん中ぐらいまではありそうなジャグラーが1区9のレギュラー8 1642ゲーム、合算155分の1ですよ。この台で、まあ、安いとしてビッグがポンポンとつながってくれれば、少しは負債を戻して次の人につなげられるかなと思います。早い。何ゲームから打ったっけ、267からなんで9ゲームで当たりました。いや出されてなかった。ああ
ターじゃねえよな、ビッグだよな、ここは。高設定がね、まあそれはもちろん高設定の方が可能性が高くなるのは嬉しいですけども、それよりもビッグに偏ってポンポンと出てくれた方がまだ救われるんだけどな。もう50枚だけ笑ったな、この野郎。カメラマンがね、今日24の若造なんですよ。もう50枚だけって押したら笑いやがったよ。子供に及んでまだ打つかって、わかるよ、わかるけどさ、俺一応ほら次の人に繋ぐあれだからさ、悪あがきをね、まあ、分かりますよ、諦めが肝心なのはこのチーム戦だからこそ。僕だってもうちょっとやれるってこと見せたいじゃないですか。何しにね、神戸までのこのこやってきたんだって話ですよ。惨敗です、もう手も足も出ないです。かくなる上はせめてですよ、次の人につながるように、店内ちゃんと見て情報を残します。僕も爪痕残します。レテル台は、まあ、やっぱり前日そんなにでもない台ですね。身体が強いと思う。あとはパーですが、一番でも景気がいいですね。景気よく出てます、ご覧の通り、まあ、こっちが全部ハーデスなんですけど、この列が、やっぱね、人気どころが強いと思う。というわけで今、まあ、ざっと見た感じのことをこの手帳に記して、次の牛尾さんですかね、3番手の牛尾さんにしっかり引き継ぎたいと思います。ご覧の通りの有様でございました。もう結果からいきましょう、結果からください。はい、私何打ちましたっけ、ハーデス、サムスピー、最後にジャグラ打って、はい、マイナス、2250枚ですんで、トータルのマイナスが4150枚になりました。やっちゃいましたね、塾長のことを1900枚負けて、クソだなんだ、クソまで言ってねえか、まあボロクソ言ってたんですけど、上回ってしまいました。塾長さん、失礼なこと言ってすみませんでした。先輩、年長者は敬うべきですね。変なこと言っちゃダメだ。さあ、まあ僕はご覧の通りもうちょっと見せ場もなく、結果も散々なことになりましたが、お店の方はまあもう稼働もすごかったってこともありまして、だいぶ出てましたね。特に人気機種と台数の多いところには、あとはまあ寝台かには間違いなくあったかなと、入ってたかなという感じがします。ただ、まあ、ちょっと古めの銭形とかあのあたりも出てる台が結構あったんで、まんべんなく散らしてんのかなという感じがします。なので、まあ、最初に入場抽選悪くてもやりようがあったんではないかと思います。まあ、そこら辺をね、ちょっと僕がもっと早めに気づけばよかったんですけどね、ダメでしたね、本当下手くそでした。で、まあ、そういったことをここら辺にねちょっと記しましたので、こうやってね汚い字ですか、いろいろと、まあ、これを次以降の方が生かしてマイナス4000枚をまくって、なんとか万枚まだ目指せんじゃないですか、あと4人いますからね。で、あと残りの4人が牛尾さん、沖さん、二階堂さんと、あとはしんのすけさん、4人なんで、沖さんと牛尾さんは、まあ、ジャグラーが多いんで結構安定派だと思うんですよ。負けたとしてもそんなにいかない。で、二階堂さんは僕の中で引きが強いイメージがあるんで、なんか一発やらかしてくれそうな
で、しんのすけさんはまあ機種情報も詳しいし、いまだにしっかり立ち回ってる方だと思うんで、なんかこの4人だったら、なんでしょうね、その大崩れもなく一発も狙えそうな感じがします。まあ、はっきり言うと、簡単に言うと、海はもう2人出たんで、最初に2人ね、海が出たんで、もう毒素は抜けましたから、あとはそのね、抜けた清いところが人たちがこう頑張ってくれるかなと、いいところが見られると思います。勝利への道しるべ、まだまだあと4回続きますんで、ここでくじけて見るのをやめないようにしてください。はい、僕ら2人は前座だと思ってもらえればいいかな。はい、次から本番です。見逃しなく。それではさよなら。このマイナス4150枚をピンチと見るかチャンスと見るかって言われたから、僕は後者です。台数がマイジャグの方が多いんですよね。あ、すいません、今日僕ジャグラーしますって。ボーナス感のハマりが当たった。はい、140ゲーム。